確認できないためあのツイート作らず来ちゃったえだよねそういうのってどうしてないのもう時が時が解決するのを待つし,しかないあエ AKB さんのもかぶってるんだなるほどなるほど目がしょブしょブする見てね おいこんばんはじゃあ話し会でしただからリンクは自分でさ一回一応確認したいじゃんこのやつ入ってるかみたいなこのやつ入ってるかああいみはね7時から今始まったばっかだから名前がなかっただけであの今スタートしました って口がなんかこんばんはえちょっと私あ今日本日お話し会でしたありがとうございましたありがとうあの薄い湯かましましてだから顔が寝起き顔寝起きでしょ寝起きな顔してないちょっと言われなきゃわからないって <laughs> テプじゃあサイン会サインサイン会受付中ですぜひ最近帰ってきたらねすぐ寝ちゃうんですなんでかっていうとそりゃ7時あそりゃ朝まであの寝れないルーティンになってるからだから 顔がね大きえどうだから今日落ち着き配信で行こうと思うわこんばんはくゆ1時間ちょっとぐらいかな今日は京都で今日は京都で京都で。そうあのおーんおーん, <laughs> おんえっとお話かインターネットお話しじゃないインターネットサイン会皆様皆様では 最,初と最後に本日は告知をさせていただきたいと思いますよはい本日本日19時から私のねインターネットサイン会え待ってあいみ眠そうすぎないえ大丈夫そう <laughs> 寝起き感寝起き感が拭えない拭えない何だろう何が違うの まつげ、ま、ちょっと塗ってあげてみようとそうインターネットサイン会の二次受付が始まりました二次受付はあのー、お受付といいましてもあのー、先着順なので今「急げーって言ったらもう確実にゲットできるっていう仕組みとなっておりますどうですか 私のサイン。どうですかぜひぜひぜひお名前書かせてください待ってるよ待ってますねえー、まだサーバ落ちだって出たサーバ落ちんでさサーバ落ちサーバ落ちでサーバ落ちってことでしょ合ってる そう寝,ちゃ寝ちゃったのまあでも別に私も寝る気満々だったんですけど「ポケモンセンター」言ってから今日は帰ろうとか思ったんだけどやっぱ土日であとは新商品の発売とかも近くだったりしてもう激コミっぽくってあの情報を調べたとねもう激コミだと私はいつも置く毎回激コミでレジの列がもうすんごくてだから「あ今日はちょっと」 やばそうだから我慢しようと思ってそのまま帰ってきました。あ、取りました。よろしくお願いします。えっ当に嬉しい早速ですか早速ですか嬉しいありがとうございます。あゆみはモルモットじゃなくてハムスター飼ってました。昔。モルモットも好きだけどね。<laughs> サボウチのサボサボウチ サーバー落ち、あみちゃんのサインは何本あってもいいですからね。<laughs> あー、ほなー、あゆみのサインは何本あってもいいですからね。あ、今、小沢あゆみのサインをいただきました。<laughs> え、一時でずっとくれてたの? <laughs>。優しい。そうなの?。ね、嬉しい。ありがとう。より嬉しいじゃん、そんなん。<laughs> 急な猫パンチ <laughs>。 えそうなの今開かな,い開かないんだって今ねちょっとねこみ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 らしいよだからもうちょっと待,待たないとダメかもしれないこんにちはこんにちはありがとうパフォリンあんくんありがとうヤシさんモンゴメリーさんスータンありがとう きよしえみちゃんりゅうちょわんありがとうみんな今日何してたのあ日曜ですね今日は日曜ですよ今日は日曜ですではちょっとまっ頑張ってまつげを上げてみたいと思いますまつげまつげまつげよあかれ まつ毛が最近上がらなくてホットビューラーをやってもどないだ一時で買ってるけど追加欲しいなってえっしいぜひぜひえっえコナン見たのわいいなあゆみの知人も知人っていうのあゆみの知人もねあの知人あゆみの知人もねあのコナン見てて やっぱ見たいなーと思ってでも私今から急にそれ見ても分かんないからで昨日も話してたんだけどどうしたらいいので今作の映画見たいけどあんまりこんなん見たことないよっていう人はどうしたらいいんですかもう公開終了までに全部読み切れっていう感じかなラーメン食べたいいいなーいいねいいねあみでもラーメン食べないかも。 ラーメン嫌いなきゃじゃないけどねラーメンえじゃあ何ラーメン食べたかあってあげるねうーんちょっと待ってねラーメンでしょ待って塩なんとか塩醤油塩醤油味噌豚骨豚骨かな豚骨うわ豚骨じゃないかも なんとかとんこつみたいな。なんとかとんこつみたいな。うわぁ、ちょっと自信なさげ。こんばんは。全然知らなきゃ見たら面白かおもろかったよ。じゃあ、ひまたこ神社で見ようかな、じゃあ私。信じるね。その言葉、信じるね。そう。 その言葉信じるね。それでえ今まで見たことないの？ってえなんで見たことないの？え,えだってひまとこさんが今まで見てたことなくても面白いって言って言ってだから <laughs> 投げやり <laughs> こんん。こんばんはあいちさんこんばんこんばんわえ当たりだってやっ。やった。まあねとんこつだと思ったのよ。とんこつとんこつだと思ったのよ。 コナーがコナーにあ、コナンがコナーに超えたコナン、コナー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 、こうやって聞き間違いが生まれていくんですねコナンコナン、コナンさあ私のまつ毛が私のまつ毛が頑張って上に上がってくれるか否や すませんねちょっとここなんかもう一回寝ちゃうとさなんかダメよねでもねもう帰,帰ってくる時最近もうほんとにこうルーティンが崩れてるからもう電車の中がとっても眠いのもう心地よい揺れでねあきらなさんありがとうありがとう無天無天さんありがとうサーモンゴーキーありがとう シュウガ、オリちゃん、ありがとう、ライスボールベアさん。ランスさん、光一、エイちゃん、イ。ありがとう。すごいいっぱい。うん。毎日お昼寝してる。ミート、ミート。ミート、ミート。もうね。最近は常連です。寝、ね、落ちも。ちょっとまた。あの見直し改革を始めたいと思います。 もうダメですよ <laughs> え暖あったたかかったえ今日雨降ってたの <laughs> え雨降ってたえ道路ぬれてたっけえじゃあゆみがちょうどさ外に外歩いてる時が降ってなかったっていうだけかなその恵まれてたってだけえ雷もしたって <laughs> 雷メラに苦手あケマパンありがとうケマパンえっカあ,ありがとうえ雷カメラ鳴ってたんだ分かんなかった何時頃ですかね何時頃ですかねあメロンパンありがとうメロンパン食べたいポケセン こうとしたら雨にさわすエーソあ、ポケさんいけそうとしゅ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 し早口ってよくないよねだって感じあんだもんダメだよねちゃんとゆっくり自分が伝えたいことを頭で整頓してゆっくり一音一音しゃべんないと人には伝えられないですからね 私もポケモンセンセター行こうとしてたよ「ピカチュウ」の15日から発売されてたあのちょっと丸いフォルムのピカチュウのグッズをゲットしに行こうと思ってたんだ,だけどポケモンカードのなんか予約受け取りの日だったり新商品だったりあとは、まあ、春休み日曜日でかってって。 だから、絶対込み込みだと思って、我慢しました。<laughs> え、なんて言ったか、分かんなかった、嘘。本当に。え、雷すごかったって。ええー。分かんなかった。分かんなかった。分かんなかった。何時、何時頃だったんだろうね。何時頃だったんだろう、まあ、でも、あゆみ、あの。

<laughs> ゆっくり見たいしまたえそうなのよゆっくり見たいからねまた今度かゆっなんかねあそうだちょっとあのすみませんねポケモンの話になってしまうんですけどすんごい嬉しいことがありましてまあねあそういうことねなんかはいはいなるかもしれないんですけどあのポケモンのあの何えなんでなんでなんであゆみが言おうとしたことえなんで なんであみが言おうとしたことを先に打ってるのえっ意思伝信それともテレパシーそれとも予知 <laughs> 色違いの話をしようとしたらね色違いいいってえなんでなんでえなんですごいねちょっとあの職業予知にした方がいいよ職業何テレパシー予,予知能力にした方がいいよえっ何だあみまだ色違いの話してないよね ええ、ええ、えあゆみえっ余地あゆみもまだ色違いの言葉さ発してないよねえ未来予知えこの前してたからそうかなってええ未来予知じゃんえエスパーえすごいえすごくない もう今びっくりしちゃったあみ言ったっけって思っちゃったそう色違いの話なんですねメッキありがとうあ待ってコンセントの動画面白 <laughs> なんかもう全てが面白すぎてあみ一生見てるんだけどあれあみ一生見て夜中もあれ見て一人でね一人でねあの声出して笑ったの昨日ショールーム終わってなかなかじゃない相当ってことじゃない一人でいる時も声出して笑って。 あれお気に入り <laughs> FJ さんありがとう光一ありがとうアキララさんありがとうございますマシュマロありがとうミコありがとう次元さんアキララさんありがとうケイくんありがとうシューゴトットトットさんトットありがとう <laughs> しょうやありがとうマロッポありがとうマロッポさんありがとうかなサーモン無テンさん言呼んだかなうわっ目がしょぶしょぶするお久に配信超えたわーありがとう嬉しい嬉しいでございますよひひひあっつめり<る笑> でメイバルのさ動き見,どうした見ましたあのさなんかね動画送ってきてくださったんですけどなんかあゆみが思ってたの違うなんか実写のね実写のなんか動画送ってくださった方がいてあれも笑ったあれ,もあれも声出して笑ったなんか実写出てきてんか実写送ってきてね来てくれたんですけどあれ何なの ああもう面白すぎてあれも声出してもらったねあれ腹っちゃいけないご本人様じゃないですかえもうびっくりしたあれも面白すぎてさなんでなんであれになっちゃうのなんであれにたどりつそう真似をしてる人のね何の話をしてるんだっていう方に説明しますとウェイニマルっていうポケモンがいるんですねでそのポケモンはまあカーニマルウェイニマルってちょっと名前がさこう近いじゃない だからこう踊っってるんですずっとサンバをカーニバルな感じで踊ってて戦い中も踊ってるんですねずっとだからその話をしてたのですごい動きがすごいから皆さんも「ウェイニバル」って検索して見てみてくださいってみがね昨日ねこう言ってたのねでそしたら検索してくれたんですけどなんか <laughs> 実写のなんか実写のウェイニバルさんを送って送ってきてくださったんですね。なんか思ってたんと違かったんですけども開いちゃったの私気になっちゃって開いたのねしたら本当にしかもちゃんとしっかりした作り作りでもうウェイニバルになってて本当面白かったあれあれの動画好きだなまた見ちゃうかも実写って面白いそうでねこう <laughs> そのポケモンで エロ違いが欲しかったのねそのねそポケモンのゲームゲームの方ねチルタリスチルタリスってポケモンがいるんですけどチルタリスは本来は青色なのブルーブルーでここに綿菓子いっぱいつなんかついてるみたいなやつここにいっぱい綿がついてる普段は青なのね鳥みたいな鳥みたいなやつなんですね で、だけどその子の色違いは黄色なんですね薄黄色薄黄色なのなんか真っ黄色というよりも薄黄色なので、薄黄色でモコモコしててえっ黄色ってことはニジョいじゃんしかもちょっと薄黄色っぽいからえっあいみじゃんって思って本当に欲しくってもう一生やってたの でもね色違いの出る確率は4000何とか分の1らしくてで本当に出なかったのねあの毎回材料を集めてサンドイッチ作ってこう大量発生みたいになるんですけどそこで必死にこうやるんですけどもうねずっとやってたのずーっとやっててああんかやっぱりあ,あんまで色違い出ないのかなと思ってダメかと思ってちょっと諦めかけてた瞬間に <laughs> 出たのよ昨日 昨日、昨日夜、昨日夜、チルタリスさんの色違いが出たの。そう、もう眠くなったし、眠かったし、あーもうダメかと思って、あーお願いお願いって、ニヤじゃニヤじゃんあーお願いと思ったら、ああ、来たの。ねえ、嬉しかった。本当に嬉しかった。そう、黄色だったから欲しくなっちゃって。 本当に何度ウィッチ作ったって何 <laughs> 何度ウィッチ作ったかな分かんない結構数え切れないぐらい何度ウィッチもう何度もウィッチしちゃいましたけど本当にやったよやったよみんななんてだあじゃあ問題ですってね私は色違い黄色のチルタリスを見かけましたあゲットできたのもうね もう瀕死させちゃうのが怖すぎてもう攻撃一切しなくってもう眠らせて頑張って普通のポケポケ何ポケモンボールであゆみ結構こだわりがあってポケモンボールでゲットしたいっていうねあモンスターボールかモンスターボールであのゲットしたいっていうねこだわりがあったからそれをいっぱいねやったんですねで私はそのチルタリス見事ゲットできましたではここで問題ででん 私、チルタリスは、あ、チルタリスで間違えた私、った <laughs>、えっと、えっと、私、んででん、私は、チルタリス、です、です、うん、チルタリス、私は、チル、ん私はチルタリスをゲットしましたが、 しましたがその子にどんなニックネームをつけたでしょうかミュージックさト <music> <music> さあさあさあヒントは黄色です <music> さあ何でしょう皆さんの見たいと思いますよ。きーちゃんああいいね <laughs> あゆみんのあゆみんのあゆみんの大切なご家族みたいキーちゃんキィちゃんまあ、キーちゃんだけどねキーちゃんだよねさあ何でしょうか何でしょうかチチルタリスチルチルタリスですよさあ何でしょう何でしょう チルちゃん、ああチルちゃんね、確かにいいんですね。<laughs> 絶対、もう、ダメだった時のあの、ああいいですよね、チルだけですチルちゃん。ジョイポリス、ああいいかも。ジョイポリス、ジョイトリス、ああジョイトリス、いけジョイトリス。ジオイタリス、ああ6文字だ、ちょうど。黄色トリス、ああいいですね、その黄色を入れる。さあ、何でしょう。 もしくはレニオンってつけたかもしれません山のアリス <laughs> さあアリスかもしれませんチルタリスチルターリスチルターリス,ーリス山のアリスおえすごいちゃんと根拠があったちゃんと根拠があるのね家ベ春あいみじゃんいや私は家ベ秋だけど。 多分、家ベ秋だなって。春か秋分かんなかったけど、秋だと思ってる。さあさあさあ。さあさあさあ。惜しいのはね、まあ、そのワードが入ってるのはあります。ヒントは全然単純。本当に問題にする、問題にしていいのかっていうぐらい単純です。本当に単純。 本当に単純えなんかこんだけ問題出しといてなんか普通じゃんって思われちゃうかもしれないさあ何でしょうニアジョイド直球でも本当にそうもうそほぼそれほぼニアジョイですでは正解を発表したいと思いますハワイナルアンサーですかハワイナルアンサージョイ <laughs> 惜しいもうもう正解です まあ、ほぼ正解ですジョイさんは惜しいです <laughs> めっちゃ引き笑いしちゃうじゃんあい引き笑いじゃないのにさなんか最近引き笑いになってきたよユ <laughs> うジさんではないです <laughs> 正解はジュルジャンひらがなでジョイちゃんでしたち ジョイちゃんでしたよくジョイちゃんっていう私たちは呼ばれるんですね。ジョイちゃんにしましまた候補は結構さ綿あめっぽくって綿あめってつけてる方とか多いからだからまあジョイちゃんか銀杏か食べ物系の名前にしようとしたんですね。けどいややっぱジョイちゃんだな <laughs> と思ってジョイちゃんにしました。 ジョイちゃんでしたもう愛情を込めてジョイちゃんですそうあみね3文字のひらがな食べ物3文字のひらがな食べ物をつけるのが大好きでポケモンにちくわとかちくわとかちくわとかなるととかなるととか あ、メンマメンマいるよメンマメンマとかあとあとあと何でしょうか3文字の3文字のなんかひらがなで可愛いタイプの可愛いじゃんちくわとかちくわとか可愛いじゃんメンマとかナルトとか可愛くないだからそういう名前をつけるのが私は好きなんですね あの、ひらがながいいのひらがながないいんです私そうカタカナじゃないのひらがながいいんですごぼうかごぼうかまあまあまあごぼうもありちゃうレミちゃんメッキありがとうワンタンありがとうベルモットウメちゃんありがとうげんげんラッカキノッピーありがとうキノピコっているよねグーグーさん みのりちゃん、ありがとう。へこさん、ありがとう。お話もありがとう。いおりさん、ありがとう。たつき、FJ さん、ありがとう。あ、リミストさん、つながったって。みなさん、小沢あいみ、小沢あいみに、清木、よろしくお願いいたします。小沢あいみ、小沢あいみと申します。にやりコールジャイ小沢あいみ。世界を黄色で染めたい、小沢あいみでございます。ただいま。 ミリミストさん、つながったということで、ぜひ、オンインターネットサイ会、二次申し込み、よろしくお願いいたします。小沢愛美、小沢愛美でございます。世界を黄色で染めたい、幸せでいっぱいにしたい、小沢愛美でございます。先着順となっておりますので、ぜひ、皆さん、小沢愛美でございます。<laughs> よろしくお願いいたします。愛民と愛民と 世界を黄色で染めたい幸せでいっぱいにしたい小沢愛みでチルタリスでございますチルタリスでございます今度は確かにあみんなの名前付き合ったなメンバーのみんなの名前絶対投票する<っ>嬉しい待ってるわ待ってるわ確かに黄色で染めたいだとあれになるね確かに 確かみと声出たこう出た,う出た,う出たどんな声が出たのかなどんな声かな <laughs> かなそれともキャーかなそれともワーかな鼻かゆくなった鼻かゆえー、つながったんだよかった是非ね先着順ですのでお名前書かせていただけたらなと申します申しますよねと思います そうリミスタさんの方はメッセージがあの言えるのでそう言えるのでぜひねよろしくお願いします両ょ両つかんきちさん読めない私、えー、そうあいみよくね眉つながって見えるって言われるんですよねほらつながってますか 繋がって見えるではなく本当につながっているのかもしれません信じ,信じるか信じないかはあなた次第なん <laughs> でだろうねなんで私って眉毛繋がってる。でも一回さ眉毛繋がってるように見えたら一生そう見えちゃうから見ちゃダメだよほらえめっちゃ繋がってるように見えるじゃんねえねえ一回そう見ちゃうとそう見えちゃうじゃんもうそれが気になった意味もう話せないよ あ、こち虎あこちとらじゃないもんねこちとら、こちとらはねこちとらはねこち亀ね,こち亀,ねこち亀さんねこち亀さん見たことないんだよね確かにそう見えてきた見ちゃいかん見たらあかん見ちゃあかん見ちゃったらあかん,あかん <laughs> なんだろうね眉の形かな いつも前,前髪の密度前髪の密度とかかなよく言われる。よく言われがちです。だから、ああ、そうねって。そうなんですよってなる。前髪かな確かに前髪かも。まあ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 、本当につながってるかもしれないし、つながってないかもしれません。さあ、どっちでしょう。ユミちゃん、ありさちゃん、むてんさん、ありがとう。はろロおロさん。 ハロルはありがとう。はるくん、シドさん、ありがとう。おい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 。ベルモット、ワンタン、ありがとう。言ったかひみちゃん、言うだか雨がしょむしょする。一部一枚注文完了。えー、ありがとううれしい。ありがとう。うれしい。大きく書くね。 楽しみ。ね、書かせていただけるの嬉しいです。また後で改めてツイートを、ツイッターしますね。今日はオオカミくん、オオカミさん、オ、オオカミちゃんですね。楽しみ。え、でも今日さ、あれだよね、発表中間発表私がこんなにどっぷりさ、恋愛リアリティショーにハマる日が来るとは思ってもいませんでした。ね。 ねどなたなたんだろうでもさ絶対やっぱりさ少なくとも共にした共にしたメンバーと離れ離れになるっていうのはやっぱり寂しいことじゃないだからね眉毛全部そった懐かしの中学時代えー、でもあるよねよくみんななんか全部そっちゃったみたいなもう果敢すぎるだって眉毛なくなっちゃうんだよまあ描けばいいってはなるけどねあれ逆に眉毛がいっぱいあるからやだなと思ってたけど。 ねどうなっちゃうんだろうどうなっちゃうの一体、どうなるの次回なんとかなんとかリミスタ変えてありがとありがとう,がとう嬉しい嬉しいな寂しいよねそうだよねどうなっちゃうの本当に楽しめたよもうリアタイリアタイそうガオガオ はじめね、ガオガオってなんか、ファンの方がツイッターでガオガオって出て、ガオガオってなんだろうって思ったら、あの、エンディングのあれでしたね。エンディング最後の決め台詞でしたね。ガオガオ。皆さん、今日もありがとうございました。せーの。ガオガオ。あれもガオガオじゃない、なんか作ろうかな。ガオガオ何があるかな。 ガオガオ。え、わかんない。どなたが、でも絶対いるってことでしょ。でもみね、こう、オオカミちゃんは一人だと思ってたんです。そしたらね、一人以上ってことは、二人いるかもしれないってことでしょ。そんなんちょっと、ど、どないするどんな、どんなん、どういうことこんばんは、こんばんは。ありがとう。どないガオガオ。え、全員って可能性もあるのほんと さすがにでもそれはないよねそしたらさ男性男性軍の方がかわいそうだよねえどうなっちゃうのやっぱ青みになっちゃうほなワイも可能性あるかほなほなほな,ほなうちも可能性あるか私もおかみちゃんかもしれない顔、顔 もしかして耳吐いてたりしてますもしかしてお洋服に隠れて尻尾吐いたりしてますもしかしてガオガオなのかもでも私は信じてるよでも私は信じてる信じてるからね <laughs> だってもしあいみがさ女将だとしてガオガオだとして信じてってあいみ言えないよ信じてって言えない 絶対にニヤニヤしちゃうかも私さオオカミじゃないよねっつってうんってだってそあとあとのことを考えてさ、まあ、そ,れそれがねまあこの醍醐味ですから致し方のないことだけどねだって今後こうさあ騙すことになるってもうわつ辛いもうこのシステムを考えた方はすごいですね本当にねすごいよ信じて信じて 絶対にヤにヤするねあゆみ <laughs> 違います <laughs> 絶対やじゃんにヤにヤしながらシドひらがなシドさんワンタンアイアイちゃ,ちゃんありがとうたくえんゆみちゃんありがとう何があってまみちゃんは信じるあ <laughs> 当に もし私があからさまに耳が生えたとしてもあからさまに牙がこんなんだとしても信じてくれるの <laughs> すんごいこんなこんなゃなのに絶対にオオカミじゃありません <laughs> 僕は死にませんみたいな <laughs> 絶対に私狼ではオオカミじゃないです信じてもうあからさまにもう牙ガンガンで爪もこんなんでも信じてくれる え本当に違う本当に違うって。本当に違うよ。<laughs> あからさまにおかみだを信じるよ。これが絆というものですね。うちらの絆というものですね。<laughs> ありがとう。わゆるしまえないかもしれない。あみちゃんどうしてそんなに歯が鋭いの,あの歯磨きしすぎちゃって。 歯磨きオタクなんだけどハメガニハメカマニアなんだけどちょっとこうやってあのやりすぎちゃってすごいね出ちゃってるんだけど気になるかなどう気になるギリ信じるだって LINE え <laughs> ライン,えライン信じる信じないの LINE どこ <laughs> 今嘘ついてみてえ今嘘ついてみてえじゃあじゃあちょっとショール部中に嘘つきましたね 難しい絶対嘘できないよおかあの嘘つきますねって言ってオオカミちゃん小沢ちゃん小沢ちゃんねえなたさねねか彼とオオカミちゃんと月とオオカミちゃんは特に胸が苦しくなるから過去作だけど進めたよああ,あ知ってるよ月とオオカミちゃん牙はしまってくれしまえないんです 爪はあこれ付け爪付け爪なのえそんな結構気になるかなもうちょっとね刃で過ぎちゃっててちょっとあのコンプレックスっぽく言うのそうえみたいなじゃなくって中気でいくんじゃなくってコンプレックスっぽくちょっと打ち気で言ったら結構信じちゃわないなんかすんごい刃でさ えみたいな「えー?」じゃなくて「えー、そうなんだよね」私気になる目立つかなってそうちょっと気になるんだよねって大丈夫えだいぶ目立つかなえそう結構ね試行錯誤したんだけど「え目立つよねどうしようやだな」って言ったら「あーそっかそっかいや大丈夫だ大丈夫大丈夫」ってなりませんだから皆さんもオオカミだオオカミだと思われそうっていう場面がもしあったとして今後ね あのやばい騙されてあやばい騙せない騙せないって疑われてるって思った時はあのちょっとコンプレックスなんだっていうそっちテンションで言ったら <laughs> 勉強になります <laughs> よかったですよかったですだ大丈夫だよってそうなるでしょあゆみはなるあゆみはこう目の前の子が えそうすごい気になるんだよねって結構目立つ「大丈夫そう?」とか言ったら「大丈夫大丈夫」って「全然大丈夫だよ」って「素敵だよ」って、うん、な,っなっちゃうなっちゃわないそう心理学です本当に分かりましたビックリマーク <laughs> 分かってくれたの私なんかみんなももし狼だって疑われる日が来たらちょっと打切気でこうコンプレックスなんだっていうので入ってみてはいかがでしょうかきっと騙せます ガオガオガガオオ A ちゃんありがとう <laughs> いつも俺オオカミくんですそうなの気づかなかった気づかなかったよオオカミくんなのガオガオちょうどオカミになったから助かる <laughs> よかったーどのシリーズだろういつなったんだろうなった最近 新入り新入りですかそうでもそうだよね花束渡す渡してもらうあれそっかまなみさんが狼く狼じゃないか言うのって今日え違うわこ前回言う前回分かんなかったもんねあそっかじゃあ分かんないな悔しいそうそう花束渡されたんです あ束を渡されたんですだから花束を渡されたらいただけたらこう私は嘘ついちゃダメなんです絶対にオオカミだったらオオカミですってもう白状しなきゃいけないねいや勇気いるよ勇気いるよ、ね、もう花束に反応しようもないもなんか花束を渡したいもんなんだかなんか花束作りたいでも母の日がもうちょっとやってきますから。 そう,そうね母の日あっという間だよねいろんなところで母の日の広告見るえ誰がカミちゃんか分かんないみ本当に本当に分かんないそっかロビンさんは分,分かってるってこと <laughs> ちゃんと影響されてるイ美さんいとうしそうだよ影響されてるようだって今まで今まで本当にね見たことなかったんだよ だけどもこんなにどっぷりですそう、初めはねあの、もどかしくなっちゃうと思ったの人様の恋愛姿をね、こう見させていただくっていうのがなんかさ、変な感覚じゃんだから、あんまり詳しくなかったんだけどナータンさんの、あの影響さんで影響さんじゃな影響でこれは見なきゃって、絶対見たい、楽しみってなって一回見たら、もうガオガオですよ も,うガオガオもう私はもうガオガオです。もうガオガオで。え、誰だと思いますか皆さん私。俺も花束渡したえ、俺も俺も花束渡したい。え、え、絶対嫌じゃない絶対嫌じゃないこうし,しんみりしたシーンでさ。呼び出されるじゃん。ちょっと、あ、今男の人ね。あ、ちょっと、ちょっと行こうっ,つって。俺の花束受け取ってくれる 絶対嫌じゃん絶対受け取ってくれないでしょえ俺俺のあ俺俺結構あの俺結構なんかバランスとか考えて作ったんだよね俺のえっちょちょっとこれで俺の花束受け取ってくれるえっみたいなえっ俺俺じゃなくって俺あっ俺の花束 俺,の俺が俺が作った花束を送ってくれる <laughs> 俺なんで俺ってさなんか中学生観中学生観出るんだろうね俺ってなんで俺ね俺ね俺の俺の好きな花はバラ俺の好きな花バラバラとか俺はそういう系が好き。 タイラシだよカットされるかな俺おでおでカットされるかもオレ俺俺ね俺俺のだし俺のだしあそのハートも俺のだし俺が作ったんだし <laughs> なんで俺ってねだって俺か俺の違いなのになんでこの違いでさこん,こんなにもこう 棒何少年感が出るんだろうねなんですごくないすごくないキッズのモもマネキッズキッズ俺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 俺ね俺俺鼻結構好き俺楽しみですね8 8 9 1十1 0時からだっけいつも。 だだからまだ時間あるけど <laughs> 父親が洗い物せずに俺にやれって言ってきてええ？えっ、ーえー、でもお父ちゃんはお父さんはためを持ってってくれてるのかもしれないよえお父さんが「俺って言ったってこと?「俺にやれ」って言ってきたってことじゃああゆみも一緒にやるよ あゆみも洗い物終わったやする違うわそしたらいやもうやったのエーラ早いやん早いやんけ俺あゆみちゃんの3回と書いてるあるはいありがとう嬉しいありがとね名前書かしてもらえて嬉しい楽しみにしてるみんなさんにとってなんか少しでも宝物みたいになれるように頑張る頑張って書くわ 綺麗ににけるように頑張ろう少年間ださみも好きや好きや好きやの牛丼 <laughs> そっか直美さんの MV も10時から塩見るさんの楽しみすぎる楽しみすぎる曲でもさ曲もあるじゃんサブスクで聴けるじゃないめっちゃいい全部え全部え全部,え全,部全部すごい好き楽しみだな 俺リミスタ追加付きありがとう俺俺ありがとう嬉しい本当にありがとうね俺の絆俺の絆確かに公式さんが塩見るさんってはいいですよねなんか愛ですよねあったかいあったかいですよねそういうのそういうの嬉しいなんかそういうの大好き <laughs> ね今日は1時間ぐらいなのでまあまあまああともうちょっとぐらいですかね なんかなんかいやでも私は今日ね言いたいことはね言いや言いたいことショールームっていいってしちゃうかショールームショールームって言いたいことあると思っても分かんなくなっちゃうし喋ってるとどんどんなんか話したくなっちゃってもう何が何だか分かんなくなっちゃいますよね分かんないけどあゆみだけかもしれないけど皆さんは何かありましたか最近今日でもいいです今日は日曜ですねお休みでしたかねお休みの方 お疲れ様ですお仕事の方もお疲れ様です応援しておりますあ確かにえ盛りだくさんすぎないスイートシックスティーンの制服写真生写真も制服写真生写真今日8時から発売発売だし発売ですよ色々あるねなんだか盛りだくさんだからこのルームありがとう今日もありがとうね 嬉しいいでございます私は全然お疲れ様じゃないですよもう元気マンなんで対面おはなし対面お話会しかよの名詞名譜えいやー嬉しいありがとう分かるけどね名札なくてもでも嬉しいいっぱい見ようよ楽しみだな 楽しみだなインインフもの大好きねインフみたいねなんかインフみたいよ今インフみたい気分 <laughs> 競馬少し勝ちましたっやったね競馬馬娘だすんごいいいですね すごくない当たんないよねああいうのってボートレースはよく見るけどあのあれであのボートレース部さんでね <laughs> お話かお疲れ様でしたあそういうこと全然ねお疲れお疲れじゃないからもうご褒美なんで私がとったご褒美なんで全然お疲れじゃないよありがとうご褒美ちゃんですよみんなと話せる時間 楽しかった今日もでも楽しかった。<laughs> そんな規模の時あ,るありますよ。わわ、なんか今すごいイン踏みたい。うわ、今日今日すごいイン踏みたい。私今インが踏みたいっていう時ありませんか最下位当選したら楽しみ。ああ、ありがとう。嬉しい。先着順ってさ、応募した瞬間にさ当たりってるのそれとも申し込み完了ってるのそれとも ど,どういう感じになるんだろう先着順って申し込んだ瞬間に分かるもう買おうって感じなのか申し込みっていうより買おうって感じなのかねこんな感じ購入って感じなのになるのかね目がしょぶしょぶする もう購入画面になるほどなるほどリミスタ無事で名前少しわ <laughs> かるかなわかるかな名前とか言っちゃって楽しみありがとうねありがとうさありがとうございます皆さんそうなんかねもうサバサバサバ、うんうんうん、何サーバサバのやつが終わったらしいもうね見れるようになったって 皆さん、皆さんも見れるようになったみたいですよ。皆さんも、皆様。<laughs> さーバあ。えいちゃん、いちか。いちかさん、ありがとう。しどさん、たつき。えいちゃん、ハウス。ありがとう。お手、おかわり。せ、ハウス。<laughs> えっと、ワンタン、ありがとう。言ったかにゃ。 メッセージ重めと軽めどっちがいいえー、そんな選べるのそんなタイプ選べるのえー、重めか軽めかえー、えー、重めか軽めどういう系の愛が重めか愛が軽みたいな。えー、どうしよう、重めで <laughs>。大変だったら全然いいですよ。大変だったら全然いいですよ。なんもう何でも嬉しいですから。何でも嬉しいですか 配信見ながら、お手しちゃった <laughs> お手しちゃったお手おかわりせあとなんだハスハス想像してみてください。配信見てます、見てくれてます。お手ああいうお手ってやろう。<laughs> 今度よろしくニアジョイ初イベわっありがとう初イベだってニア,ジョイニアジョイデビュー戦ということでよろしくお願いいたしますありがとねえあいみどり来てくれるってことですかえ本当に嬉しいんですけどそしてみんなのメッセージ重くなりそうでおもろい確かにもうさサ,サバ落ちしちゃうよみんな重すぎてサバ落ちしちゃうよじゃあいみも思いでかえそっと 重いって返すって何だろうね重いもう声から重くなっちゃうかも。ありがとうみんな。みんなありがとね。し嬉ししい。みんなのメッセージ読めるの楽しみだな。楽しみにしてる。丸る。毎回重いから安心して。あゆみも。私も重いから大丈夫。イメー大丈夫大丈夫。あいありがとうそうだ嬉しい。ありがとう。本当に。 取ってくれたのね。に2時でもありがとうね。嬉しい。あ、嬉しいな。名前かけるの <laughs> ありがとうね。声低めでなっちゃうかも。ありがとう。ずっしりありがとう。ありがとう。はちょっと軽い感じがする。じゃん。なんかお低い重め。ありがとう。こんなにメス。ちょっとヒステリックな感じうわ。こんなにメッセージありがとう。<laughs> もう誰も受け取ってくれなくなっちゃうよヒステリックだったら重低音笑うだからイヤホンで聞いたらめっちゃ重低音がいい感じになるかもうわこんなにも素敵なメッセージありがとうはあ僕とっても嬉しいな一生家宝にするね本当にありがとうちょっと怖くない、はあ僕嬉しいなって怖くないなんかなんか怖くない すっごいな。本当にありがとね。僕、う、こ、ん。僕こ。僕。おいら。おいらね。え、おいら、ほんとしい。ありがとう。おいら、ありがとう。おいら。深夜、カブさん、カブちゃん、ありがとう。マロッポ、ありがとう。 なんか,かカメラが高いんかなおいらっ子っていうのおいらっ子ラッコみたいでかわいい <laughs> さあオレオレの人は現れるのでしょうかオレはいるのでしょうかオレさ俺オレオレはいるのでしょうか交互期待キュンキュンしてきたえこれでこれでですか そ,んなそれでこれで言ってくれるなんてどれだけ優しいんですかねあったかいポッカポカポッカポカポッカレモン北海道のような暖かさどうしよう確かに俺連番来たらもう笑っちゃってもう息できないかももう笑っちゃってへへ,へ,へってなってさギザギザギザ,ギザ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 文字になっちゃうギザ文字ギザ文字になっちゃうかも楽しみだね わーあっという間に時間たっちゃったポッカポッカポッカレモンポっカポっカポっカレモンポッカレモンや目がしょぶしょぶする <laughs> またあとでツイッターでもやるねあのサイン会の受付始まりましたっていうツイートしたいと思います どう思いますアイドルの夢えイいイらいやってなんだえだよねわかるもん私名前名前わかるもんわかるもんやった待ってるねありがとう待っててトゥイートトゥイティー最近トゥイティーあってないなトゥイティー見てみて 見て見て。わおいわおい。見てねこたん。見て見て。見て。わおい。見た見たわおい。わおいわおい。見てねこたん。わおい。なんだっけほかにセリフあるんだよね。わおいわおい。みていなこんしか全然出てこない。え、なんかほかにツイーチのセリフあったんだよね。なんだっけな。見て見て。 わおいわおい、見てのこちゃん。やばい、やばい、見てのこちゃん。あ、そうだ、やばい、やばい、やっぱりだっけ。やばい、やばい。見て見て、わおい。あ、でさ、目のついたチュパギティ。え、それさ、どういう意味だった?。目のついたチュパギティって何、何目のついたスュパギティ。 見て見てわおいわおい見てのこたん目のついてチュパゲティ <laughs> でも誰って感じ。ま <laughs>、目の、わおいわおい目、目の、目のついて目のついてチュポゲティ <laughs> トゥイティ。トゥイティっていうキャラがいるんです。目のついてチュパゲティわおいわおい見てのこたん ぜひ、ね、トゥイ,ーテ,ィートゥイーティーって喋るんだよトゥイーティーは黄色い鳥です黄色い鳥黄色い鳥って言ったらリラックマンの黄色い鳥が出てくるかもしれませんがトゥイーティーにもあるんですトムとジェリーみたいな感じそうリコリコ似てるんだよトゥイーティーに何だろうねここのあれかな髪の毛かなえ歌うのトゥイーティーって歌うのトゥイーティーあーえ鳥が食べる餌なのね 目のついたチュパゲティ。ああ、なるほど、なるほど。ミミズ的なミミズ的なやつですか。あ葵のショールームが始まりました。え、葵のファンの方の、あれ、なんて言うんだろう葵。熊さん、熊、熊さん葵が始まったよ。葵推しの皆さん、いらっしゃるかないってらっしゃいまし。私ももうそろそろ終わりましたのでね。 ワオ <laughs> いワオいでもさあの「特技は何ですか?」って言ってこうモノマネは、まあ、特技っていろほどじゃないからただ私が言ってるだけだからあれだけどこう著者権とかなんないんかねど,ど,どうなんだろうだって私のさ真似してるのはことごとくアニメですよ全部綺麗さっぱりアニメなんですどうしたらいいのでしょうかどうしたらいいのでしょうか ということでということでということで殿様ゴーキンありがとう美ンさん美ンさんありがとう未来っぷり未来っぷり <laughs> そうジョージもそうなのでも聞いてくださいジジョイみんなジョージできるこの間お猿の真似したんですねそしたらみんなジョージだったのだから私私はちょっともうジョージ引退しようと思う ここらでここらで引退しようと思うよジョージは。ちょっともう短い間でしたが、ありがとうございました。<laughs> ジョージありがとうございました。今まではジョージのやってましたけど、もうみんなね、ニアリイコールジョージ <laughs> <laughs> そう、みんなできちゃうんです。みんななんかお皿できてたから、そう。だからちょっと、あの、 ジョージ、そうジョージ観戦してってるんですよだからちょっと私もジョージ引退が近づいてます元祖ジョージ引退もう新世代にバトンをバトンをあの渡していきたいと思います私の後にジョージ引き継いでくれる皆さんジョージそうみんなジョージできるよ多分まあ、私はジョージで歌うっていうのがまああれですので ま,あまだね。まだもうちょっと頑張れたと思いますけど、ジョージとして。宮城、お猿のジョージ部 <laughs>。最長、部長。部長、引退が近づいてますよ。この間いっぱいね、入房部がありまして、入房部というか、私がスカウトしようと思って。みんなできるから。初舞台、ジョージえジョージ、ジョージって舞台化されてる舞台化だったらどうなるんだろう。日本語ないよね。 日本できないよねジョージとして頑張るニアジョニアジ,ジョージニアジョジ知らないことたくさんあるよねでも入部する条件はあみが「知らないこと」って言った時は手拍子しなきゃいけないの知らないことじゃなくて「知らないこと,くいことたくさんあるよねあるよね」ってあの相の手をねちゃんと打てる人じゃないと ニアジョイジョージ部お猿のジョージ部は入れません。そう裏で戦わういできるの知らないことじゃないです。知らないこと知らないことたくさんあるよねあるよねです。でやったらもう合格合格となります。入部応募完了。<laughs> 裏描写と裏得意な方任せて任せた。 大事,です大事。ということでえ次次イベントって何だろうでもさ対番の前にまだお話し帰りますよねあるよねあるよあるよねあるよね次何日あるよねサボケに出ようドアを開けてワクワクときドけ始まるよ。 あサインあサイン会だ,あサイン会だえサイえ早くないサイン会えサイン会早くないだから今日今応募したとするじゃんしたらもうえもうすぐじゃないすぐじゃんだから俺せっかちなんだよねとかあたえせっかちなんだよねっていう方もご安心よ今応募ゲットしたとしてももうすぐサイン会ですすぐサイン会ですよえー、楽しみ いっぱい名前書くね。書かせてくださいな。<laughs> あ、ね、なんか CD 先届いたって聞いたよ。ありがとうみんなさん。22、インか。え、そうそうそう、にゃんにゃんでね。そう、タイ二十28。ねえ、嬉しい。なんだか、なんだかいっぱい会えるウィークで楽しみ、楽しもうね。結局配信中に嘘ついたは <laughs> ついたよ。 絶対ついてないじゃんっていうま <laughs> ついたよ今回漢字にあ漢字なの了解センターじゃあショールームあショールームじゃないランキングを読ませていただくねランキングを読ませていただくわ <laughs> 確かに嘘ついたよっていう嘘嘘をつくと言ってつかないっていう嘘をついた <laughs> なるほどなるほどなるほどピンさんありがとう。 この間ボーリングのゲームしたスポーツスイッチのスポーツのやつでボーリングのゲームしましたあとゴルフの面白かったでもね難しかった難しかったボーリングの方が得意だった私は知らないこと桃鉄もねいとこが桃鉄持ってて桃鉄やりたいと思ったんだけどできなかった いとこね、いとこちゃんね、こうポケモンやってて結構ね、こう一緒にバトルできるポケ仲間だったのに、この間あ会ったら、あの、あそういえばね、私、データ全部消したのって、えなんか、もう一回最初からやりたくなっちゃって、なんか飽きちゃって、全部消したのってさらっと言ってて、えだからちょっと今戦わないでくれるみたいな。今ちょっと、あの、やめてって、ちょっと勘弁してみたいな。 言われて <laughs> もう声も出ませんえっはねもうデータゲームデータ消せないタイプだからでもさたまにいるじゃんこう一通りストーリークリアしたらあのー、何一通りクリアしたらもう一回最初からやるみたいなあるじゃん でもあいみは絶対もうポケモンなんて消せたもんじゃないですよ。共に旅した仲間たちのね、新しい出会いもそうだけどな、なんかさ、あれじゃん、こう、個体値とかいろいろあるわけじゃん、こう出会ったりとか。そああ、ちょっとそういえばね、みたいな。そういえばちょっと消したんだよね、みたいな。言って。しかもね、ゃちゃんと100レベルまで全部そ揃,揃ってたんだよ。めちゃめちゃ。そろってたのよ。あの子。なのにね、消しちゃったんだって。へえみたいな。 え、そうなのとか言ってだからちょっと今は戦わないともらえるみたいなあお、あ分かったすごくない,いやその後あとりあつ盛もやろうってなったのそしたら「あ私熱盛も消したんだよねだから今胸何にもないからちょっとお花とかくれる?」とか言うて消したの全部消すじゃんもう全部消すのすごくない消せないなってつ盛なんてさ島を作っていくじゃん すごくないすんごい消すじゃんと思ってびっくりしちゃったっていうお話でしたあいみんは絶対消せないからさていうか今はさ自動セーブのある時代じゃんだからさセーブされるそうなのそうなのそうなんですよ消しちゃったんですって すごいよね。そうそう。ゲームちゃんとやってるのにね。タジタジだよ、ほんと。タジタ工事工ジ工事工事ですよ。やっぱ今めっちゃ工事ー工ジ、なんとかですよ。ってめっちゃコナー出た。コナーなの。なんとかですよ。小さい頃友達にポケモン貸したら最初からだって。もうあいみつ、それだったら立ち直れない。 ちょっとポケモン貸してあいいよ貸してあげるって言って帰ってきて最初だったらまあ今引きこもるねよくその壁を乗り越えて今こうして成長したね大人になって私は多分もう引きこもりになるよくよく今をこう立ち直ってるわすごいわ私絶対ダメ 絶対にダメなんでその子は消しちゃったのなんでまあでも昔はちゃんとさセーブしないとダメだったりするもんね。確かになるなよ。ということでちょっと話し合いましたがランキングを読ま、読またいと思います。あ、ひろろありがとう。モテンさんもありがとう。そう、今日は甘めだったんです。結構ね、昔はあいみお洋服の系とこういう系が多かったんですよ。甘めの。だけどなんか似合い中になってから、 まあまめあんまり着なくなってたので着てみました今日は13位トゥルルルちゃんチビタンクさんありがとう12位トゥルルルちゃんムテンさんありがとう11位トゥルちゃんあもちゃんありがとう9位トゥルちゃんブルーゴールあ間違えた10位トゥルルルルルちゃん りょうちゃんありがとうるちゃん9位トるるちゃんブルーゴールドありがとう8位トるるちゃんえいちゃんありがとう7位トゥルちゃんシダさんありがとう6位トゥルちゃんおりちゃんおりちゃんありがとう5位トゥルちゃんけいくんありがとう 4位ドゥルルルルちゃんベルモットーベルモットさんありがとう <laughs> 3位ドゥルルルルルゃんワンタンありがとうあ明るくなっちゃった2位トゥルルルジャンアキララさんアキララさんありがとう <laughs> そして入る第1位はドゥルル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 チゲンさんピチピチ ありがとうございますありがとみなさん見てくださってありがとうございました今日も京都でありがとうかわいい拍手にこちゃんマークが混じってるかわいいあいもいつ顔ありがとうみなさん今日も見に来てくれてでは8時半から生新しい生写真が発売されるよーだったり インターネット再開二十月期が始まったよーだから是非先着ですよーっていうのあったりいろいろありますねえ今日リコチャイナだったえ見てない見てないだって時間違うんだもんええー、見たいリコあげてくれるかなっしチャイナいいねあれもねチャイナ風の <laughs> え、待ってえ、タワーあれえ、待ってえ、これそうえジギンさんえ違うえ、これ何なんつった違うよねあれ何な何ななななえ、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 に いついつえ,、ね、え,えええごめんねいつパフェえありがとうえありがとうえ待って時差え時差にも程があるっていうぐらい時差もしかしてえ時差にも程があるっていうぐらい時差え私の時間軸がえ次元さんありがとう。 えー、ありがとう。でもう今日お話し会、会いに来てくれてありがとう。でもいっぱいありがとうなのに。え、パフェ溶けちゃうね。確かにパフェ溶けちゃう。パフェ溶けちゃうよ。ありがとう。え、え、大丈夫ですよ。だってそんな。え、みんな気づいてた待って、ごめんね。もう私。え、ありがとう。そんな。そんな、まさかプレゼントしてくださるなんて思ってなかったから。えありがとう。ちげんさん。 もう時差すぎてごめんね。もういつの時代を生きてるんだおざわえみ。しっかりしてくれよ。もう飽き飽きするぜって思ったと思います。でもありがとう本当に。ありがとう。同じ時代を生きてますちゃんと。ありがとう。嬉しい。次元さん。ありがとう。次元さん。パフェ。パフェタワー。プレゼントしてくれてありがとう。お話し会もね。いつも会いに来てくれて来てくれて。今日も会いに来てくれてありがとう。 嬉しいこれからもよろしくねありがとう本当にねポケットにじゃあしましていただいてありがとうえ嬉しいまさかそんな何で何でそんな何で何でありがとうねそんなそんなあうしいよこっちがありがとうなのにね本当に嬉しいありがとう ありがそうリコチャイナの話をしちゃ,しちゃったねえー、楽しみだなリコチャイナえそうナータンさんのねインスタストーリーにさあのコイトラコイトラ聞いてくださってたじゃないですか嬉しかった嬉しかったなっていう話こうね普通にこう見てたんですね あストーリー更新されてると思って見たらこの声は「トランジット」って曲があるんですけど恋虎をね聴いてたんですよ聴いてくれたんですよびっくり嬉しいねう嬉 <laughs> しかった「<laughs> あゆみチャイナは」はチ,チャイナコスプレじゃなくてチャイナのデザインのトップスは 控えてるるから着るけどがっ,がっつりチャイナはまだあのー、持ってないチャイナでもいつか着ちゃいなしちゃうかもチャイナしちゃうかもチャイナ <laughs> じゃあ終わりたいと思いますチャイナありがとう本当にありがとうございましたチャイナ,イナそうなんだなんかさコスプレってさ季節がないと分かんなくって。 クリスマスだったらクリスマスコスプレとかあるけどさ今ってなんかそこない時って何を着てないか分かんなくてうんだからもしこういうチャイナがいいあこういうチャイナじゃないこういうこういうコスプレがいいよってあったらぜひそれを絶対着るかどうかは分かりませんが恥ずかしいのでサイン会1部行きますえー、ありがとうまた再生するの 肩ブンブン回して待ってますよ。え嬉しい。え待って本当に嬉しい。名前かけるの？<laughs> 嬉しい。嬉しいよ。ありがとう。ありがとう。もうなんならひまわりもタコも描きたいくらいですけども。ありがとう楽しみ <laughs> オ。オッケー大きくね。実は俺え本当に。なんでみんな嬉しい。本当に嬉しいんですけど。<laughs> マッチ君<ケ>本当に嬉しい。 本当にありがとうございます皆様本当に一筆一筆一角一角一書き一書き思いを込めて書きますねまあでもちょっと当日はあっあーみたいなバタバタしてちょっとバタバタしちゃってるかもしれないけど気持ちは絶対込めてるから込めますねでは終わりたいと思いますありがとうございましたまたにお疲れ様 ありがとう今日も私にお付き合いいただきありがとうございましたなんかすごいいっぱい見てくださってるいつもよりもそんな感じがする嬉しい日曜だからかなありがとうまたねおやすみ <laughs> ポポッコ確かにポポッコありがとうおやすみな10秒数えたら終わらね10 9 8 7 6 四。三。二。一。ゼロ。バイバイ。おやすみ、みつみ。お疲れんこ。ありがとうございました。<laughs>